はい、どうもクミツーです。スプラトゥーンのフェスやっていきたいと思います。まあ、街並みがすごい可愛くなってますが、今回はイースター、4月の何、イースターってアメリカのなんかウサギと卵のイベントみたいなやつですけど、はい。で、内容は勝つのはどっち、ウサギとカメってことで、まあこれはイースターっていうよりかは何、昔話だよね。なんかかけっこ勝負して、ウサギの方が当然足は速いんだけど、途中で余裕こいて怠けて昼寝をして、その間にコツコツ歩き続けたカメが結局勝ったっていう。だから調子こいちゃダメだよっていう、毎日コツコツ大事だよっていう、そういう教訓の話ですよ。でね、どっちか、そりゃカメね、クミツーはカメでしょ、コツコツ努力家タイプと言いたいんですけどと言いたいんですが、まあウサギですねウサギですわ。まあまあ、でもちょっと待って、違うかもしれないじゃん理由は。まあ、あのピンクが好きっていうのと、動物の中で一番トップレベルに好きなの動物がウサギっていう、まあ、そういう理由じゃないんですけどそれは嘘じゃないんだけどね、嘘じゃないんだけど、普通にあのウサギとカメの話的にウサギですね。残念ながらカメと言い張りたいけどウサギで戦っていきます。お、ミステリーゾーンから、え、嘘紹介それはいかんよ。あ、でも2人光ってる。あー、向こうは3人光ってる、まずいですって初回で、あー、マジですか。ちょっと頑張りましょう。新発売バケツのソーダで戦っていきたいと思います。まあ、モムとか、あとね、スペシャルもクックボムダッシュ的なやつなんで、使いやすさはね結構あると思うんですけど、私のせいです、ごめんなさい私のせいです、ごめんなさいよ。もう絶対もうこの武器じゃなくて、もう使えないとやつ持ってくる、くだー、くだし、マジでマジで、ごめんごめんよ。お、リベンジ行くか。今回はちょっと10倍マッチじゃないみたいですけど、まあなかなかそんなにいっぱい来るもんじゃないからね。うん、うわ、チャージャーにか、結構厳しめだな。で、もう武器は必戦ヒューイすぎましたね。まあバケツっていうのはちょっと変えないで、うん、スペシャル何使うの、雨でしょっていう感じで、なんか古いけどね古い話なんだけど、まあほいで、さっき話したかった話がありましてね、もうスペシャル使う、今でしょ、うらい、あ、インク、雨だったさっきのラッシュを、ラッシュじゃなかったこれ、よし、こいつは絶対やるマン、オッケー、調子いいぞ。どこから降らされてくる、はいはい、オッケー、あー、いつもやる、あー、ちょっとまずい、はい、オッケー、なんかそこにいる、オッケー、はい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 、あー、おー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 、雨だけやればよかった、くそーほいで、そう、さっき話したかった話が、まあなんでウサギかっていう話なんですけど、言って私今ちょうどほんと4月22日で実況始めて4周年なんですよ。あ、ありがとうございます、おめでとう、ありがとうございますそうなんで、一応ね、こうやる、自分にハマったものだったら結構続ける、コツコツやるっていうことはできると思うできると思いたい、うん、なんだけど、夏休みの宿題とかね、うん、これよくある話だと思うんですけどさ、めっちゃ配られた瞬間にやるんだよ、もうほんと
最初のやる気は半端ないからさ。なんだなんだそれ、全然やれないじゃん。あ、よしよしよし、やっとやれた。やっとやれた。なんかあっちの端っこが全然あれだけど、はい。それで超やる、もう授業中だから、ほんと家帰ってないのにもかかわらずちょっとやり始めちゃうぐらいな勢いで、たぶんねーしよう。ケイ、ちょっと喋れないな。あー、ちょっとインクだインクだ、あぶねー。あー、投げた、私投げた。うん、やるんだけど、そのね勢いは最初だけなのね。最初だけなのさ。あー、ちょっとまずいよ、まずいまずい。投げろ、早い。微妙だったな。しかも話も微妙なとこで終わっちゃった。次の第3戦に続きます。これもだ、どうかな。あそこのちょっと行っちゃったところが濡れて、だからこう移動していくから、そこが取れてないと見た目となんか勝っててもダメなんだってね。そういう話なんでしょうね。ダメだな、なんか倒せそうで倒せないとこばっかだった。第3戦乞うご期待にお願いしますわ。それでそれで手を打ってください。うえー、これに潰されることあんの。やられた。ちょっと待って、ちょっと待って、あー、悔しい、なんで勝てないの。よしよしよし、なめるんじゃないよ、いくらなんでもちょっとは調子こきすぎやろ。待って待って、ごめんなさい、私が調子こきました。よし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 、あー、もう最後に倒した後仕方ねえんだよ、クイズを。おーい。おい。負けたやないかい。もう誰だ。と、またミステリーゾーンか。ならせめてもう一回10万分を、10倍マッチやりたかった。バラエティ武器ガール。結構光っちゃう。向こうも光っている。光りすぎ。そうそう、でね、さっきの話なんだけどさ、さっきの話の続き、夏休みの宿題あるある話、あるある言いたい、くみつあるある言いたいな、はい、言え、そんなことはいいんだけど。そうね、そういっぱい最初やんの、配られた瞬間にやったろっつって超やんの。うわ、ちょ、マリマリマシ、おっしゃいおっしゃい、あ、行くない、はい、おいで、うん、待ってください、あー、待ってくれ、おいでさ、超やった気になって、ふぅ、夏休みだって、遊んじゃおーっつってさ、遊ぶんだけど、えっ、はぁ、ほんまかー。ふとね、8月31日にね、気がつくと、そこには大量の終わってない宿題が。そういうタイプだったんすよね。最初だけ超やるんだけど、終わんなくてね、最後にギリギリになってやるっていう。そうそう。だから、これにはね、だからじゃないんだけど、これにはさ、思い出がありまして、すごい。悲しい思い出、辛かった思い出がございましてですね。あー、マジかー。はい、そうね、まあ、小学校時に夏休み8月31日、まあ気づけば算数の宿題も漢字の日もみんなの答も日記も終わってなかったと。日記なんて覚えてねえよって感じじゃないですか。7月の文しか書いてねえって。で、算数のドリルも全然終わってねえ。これね、もうなんか小学生の頃にさ、12時回るって結構すごい起きてる分類じゃん。これで終わんないからさ、あ、たんないか、おお、
まずパパツおっとっちゃんがさ算数のやつを書く解くわけよさすがにほらね、私が文字をさ自分で書かないとバレちゃうから、おーナイス。でおとっちゃんが書いたやつを別に自分で解けないわけじゃないんだけど、もう解く考えてる時間がもったいないから、もうそれをめちゃくちゃ写して、ほいで左がもう緑だな。ほいでお母さんがママツーが何月何日何があったっていうのをさ言ってくれて、もう3時午前3時とか4時までかかって泣きながらかね書いて終わらすっていう、やった勝った、みんなありがとう。そういうね思い出がありましたよ。つらかった。そこで改心してね改心してその後早めにやるかって言ったらそうじゃないんですけどね、まあ、もうあんなに溜めたことはないけど、まあギリギリまでやらない癖は治りませんね。未だに治んない。動画も何日までに上げるっつって、だいたい間に合わないことの方が多いんでそれはみんなに申し訳ねえなと思いながら、あ、やっぱりちょっと2時間遅らせますみたいなねあ、やっぱ次の日でってそれやっちゃってるんで大変申し訳ないと思いながらはい、頑張って仮面になれるように、していきたいと思いますはい、じゃあもうちょっと私マジで5分後に出かけなきゃいけないから、そんな話してる場合じゃなかった。はい、バイ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 。